今日は糸満市にあるコモンズステーキさんに行ってみることにしました。駐車場があるのですが、止める場所が分からず、お店に入って聞いてみると、すごく分かりやすい地図をいただき、裏手にある駐車場に迷わず行くことができました。冷凍肉を使わないステーキ屋さん、楽しみです。それではご覧ください。肉って書いてある。なんかかき氷の上。本当だ。いいか。ほら、肉って書いてある。もうすごいやん。あ、そうなの。すごい。メニューを決めたら、券売機でチケットを購入します。セルフコーナーがあり、お水、サラダ、スープ、ご飯、カレーなども楽しめるようになっていました。日替わりでスープがあるんだ。ちょっといただいて。ちょっといただいて。私はいいけど。
げてほしいんだ。ここ自分で食べてる。あ、ちょっと甘い感じ。ないことはないけど、人の敷地でしょ。美味しかったね。あれで1000円やね。すごいですね。横まで。あれ1000円や。安いし、綺麗し。美味しかった。美味しいし。駐車場いっぱいあるし。ジビナーに行きますか。アウトレイ。行きましょうか。アウトレイに行きましょう。いいわ。お腹いっぱいや。うん、よう食べたな、今日も。今日も食べました。美味しかった。お肉良かったね。俺やっぱ赤身最高。サーモンとかじゃなくて赤身がいいや。食感良かった。ごちそうさん。そうそう、さっき言ってたあのアイスソフトクリームからなんかいろんなお店あったね。あ、そう。こっち反対来へんもんね。反対は来ないね。こっちの南側では海鮮丼食べたりさ。あそこスーパーないかな、カニ。あ、スーパー。カニスーパー。カニヒデさん。ここ蕎麦屋さん。これ。ほら、蕎麦のほうが書いてある。本当だ。どんちしょう。意味わからない。どこにアイスクリームだ。あ、もちろん。次のこれの次の信号の左側にあの黄色いのぼりが出てるところ、あの辺たちゃう。ソフトクリーム。なんか自家製のね、ピンク色の看板やって。牛乳。処方箋って書いてある。違うわ。じゃあもっと向こうか。あれ過ぎちゃったかな。ソフトクリーム屋さんあったよ。ほらあったよ。インプラントって書いてある。ちゃうわ。目までおかしくなった。目までってどういうことだろうね。どういうことだろう。目までって目以外全てにおいておかしいことだって。目までになったら目もおかしくなったって。全てにおいてダメや。インプラントのこの隣よ。あ、アイスクリームって書いてほら、これこれこれミルク工房やって。インプラント看板変えなさいよ。全部ピンクにしてて、隣もピンクやね。ほら、これもシューズ、アウトレット。安いんだかどうか悪い。
毒を吐きまくりや。こうして楽しい沖縄旅行は続きます。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。そしてこれからも食いしん坊ともちんのチャンネル、どうぞよろしくお願いします。